ちら、まず玄米のポンセン、これ美味しいんですよ。非常食にもなるし、で、あとこんな感じでね、食べることができます。で、お湯にこうふやかしてちょっとリゾット風にしたりとかするのもできますね。そう、もう最後の新宿店のお買い物だったから、まあ大沢さんじゃなきゃ買えないものをちょっと中心に買いました。で、この大沢さんのすりごまもすごい大好きです。こんな感じで、ちょっとね、黒いすりごまがもう売り切れちゃってたから、白い方をね2袋まとめ買いしまして、で、はい、これも定番ですね。非常食にもなるし、で、海外、まあ、いつね、海外旅行また行けるかわからないけど、まあ、そういう時にもやっぱりこういうのあると、ご飯とかお味噌汁が恋しくなった時にこういうのがあると、海外行く時にもすごく重宝してますね。こんな感じです。で、こっちが、わかめ入りの有機味噌汁。これも生味噌タイプのやつですね。こっち6食分あります。こんな感じで。で、また買っちゃったけど、でも好きなんですよ、これ、鉄火味噌。鉄火味噌もまとめて買いました。美味しいんですよね。まあ、食べきれなかったら誰かにお裾分けするでもいいし。おすすめです。であとは、これ私、大沢さんのやつは初めて買ったけど、塩麹。もう塩麹最近ハマってて、でお肉とか、お魚とかすごく柔らかくて美味しくなりますよね。こんな感じです。はい、で、あとはそう、これもすっごく大好き、これ本くずです。大沢さんの本くずも本当に美味しくって、で、くず湯にしたりとか、あとくず餅にするのにも、やっぱ本くずで作るのが一番美味しいですね。くず切りとか、なんかりんごのくず煮とかにすると美味しいから、食用上するときにもすごい重宝してます。そう、これ、まあうち夫婦2人暮らしだからそんなに大きいのはいらなくって、だいたいほら油系って酸化が早いから、だいたいいつも小さい瓶とかで買ってます。圧縮のごま油、圧縮製法で作られてるやつですね。はい、で、あとはこれは夫がですね、ソイミートが好きで、で、私揚げ物とかあんま好きじゃないんですけど、作るのがね、めんどくさいから、作るのも後片付けもだけど、まあ、たまにこういうの使って、大豆ミートを使って唐揚げとかで、大沢さんの大豆ミートも本当に美味しいですね。で、これ作り方も書いてあります。これもね、まあ、インスタとかにも紹介はしたんですけど、トイレのクリーニングシート、これも大沢さんで買えます。もう界面活性剤とかそういうの使ってない、すごくナチュラルなやつですね。これもまとめ買いしちゃいました。
で、これ最後に、しかも 30% オフってめっちゃお得だったから買っちゃったんですけど、これ。で、これからの季節、まあ特に夏の時期もね、エアコンとか効いてるところだと寒くなるし、足首はやっぱ冷やしちゃいけないから、このレッグウォーマー買いました。オーガニックコットンも使っておりますね。こんな感じの、なんかベージュっていうんですかね、ベージュの色で、で洗濯して洗うことも考えて2足買いましたね。そんなわけで本当に大沢ジャパンさんには今まで本当に大変大変お世話になりました。でお店自体は池尻大橋にはあるんですけど、でもねちょっと今まで新宿店を愛用してたからすごく名残惜しいです。で今日でセールが最終日なので、まあ売り尽くしだからどこまで残ってるかわからないけど、もしお買い物ね新宿近辺で近い人はぜひ大沢ジャパンに行ってほしいなって思います。もうやっぱり私だけじゃなくて名残惜しくしている人すごく多かったです、ね、こういういいお店をやっぱり守っていくのは私たち消費者一人一人にかかっているからこそ、ぜひぜひなんかもう買い物投票だからこそ皆さんも物選びいろいろ考えるきっかけになれたらいいなっていうふうに思ってます。ちょっとこの後ねいろいろ仕分けます。はい、ちょっと物持ちしそうなものとか、あとレッグウォーマー狙ってたんで買えてよかったな、もう大事に使わせていただきます。はい、そんなわけで皆さんもではでは、今日ちょっとね東京も関東圏も微妙な天気ですけど、ちょっと気をつけてお過ごしください。またねー。